こんにちは。今日はフランス式のメリアス編みを紹介します。メリアス編みのこちらが表側になります。そしてこちらが裏側になります。メリアス編みは表編みが並んでいるのが特徴です。最初に作り目を作ります。必要な数、作り目の幅の3倍の糸を取り、ここに最初の作り目を作ります。輪にして中から糸を引き出し、編み針を入れます。糸を引いて絞ります。これが最初の一目の作り目となります。糸端は手前にして、糸玉につながる糸は向こう側にします。この間に指を入れて下で2本を握ります。まず最初は親指の手前側の糸を拾い、人差し指側の糸を引き出して糸端で絞ります。親指側の手前の糸を拾い、人差し指側の糸を引き出します。糸端を引いて絞ります。手前の糸を拾い、人差し指側の糸を引き出します。これを繰り返して、一般的な目の作り目を作ります。今回は10目の作り目を作ります。10目ができました。フランス式で編むときは糸は左手にかけます。編み棒を1本抜きます。この最初の作り目のところが1段目となります。そしてこの作り目はこちら側が裏目となりますので、裏編みの場合糸は手前に持ってきます。裏編みは右針を右から左に入れて糸を針に絡ませるようにします。これが最初はとてもやりにくいと思いますので、指でこのように押さえると引き出しやすくなると思います。特に最初の目は編みにくいです。指で押さえながら針に糸を絡ませて右に引き出します。針は右から左に入れ、糸を絡ませて右に抜きます。最初の作り目から作るときはとても編みにくいので、針を絡ませるときにもやりにくいと思います。ですから指で押さえたり、このように人差し指を動かしたりしながら針に糸を絡めて右に引き出します。これで1段目と2段目の裏編みができました。次は表編みです。こちらが表側になります。表編みの時は糸が向こう側にあります。表編みは針を右からではなく左から入れて向こう側に出し、向こう側の糸を引き出します。
その時も編みにくいようでしたら、指を添えるなどして工夫してみてください。左から針を入れ、糸をかけて引き出します。中指で少し押さえると編みやすくなると思います。少し糸を押さえておくだけで引き出しやすい形になります。左から入れて糸をかけて手前に引き出します。これで3段目ができました。次は裏編みです。裏側にして、裏編みは糸が手前に来ています。針は右から左へ入れ、針に糸を絡ませて引き出します。この最初の目も編みづらいですので、指で押さえて引き出すとやりやすくなります。人差し指でこのように押さえても編みやすくなります。お好きなやり方を工夫してみてください。指で押さえなくても、この腕を左右にねじるように、雑巾を絞るようにすると糸がかかりやすくなります。両側の腕を反対側にひねって動かすと針にかかりやすくなります。裏編みの糸はかかりにくいので難しいですね。次は表編みになります。表編みは糸が向こう側にあります。針は左から右へ出し、糸をかけて引き出します。針は左から右の向こう側に出し、指で編み目を押さえると糸がかきやすいので、編み目を中指で押さえる方法もあります。押さえておくと編み目がずれませんので、糸がかけやすくなります。左から入れて手前に糸を引き出します。表編みができました。裏編みの場合、糸は手前に来ています。最初の編み出しの目はとても編みにくいので、指で押さえるなどして糸をかけてください。裏編みは右から左へ針を入れ、糸を絡ませて右に出します。このように少し左右の腕をねじってもいいですし、人差し指です、人差し指で押さえてもいいと思います。フランス式の裏編みは編みにくいと思いますので、ゆっくり練習してみてください。フランス式のメリヤス編みを紹介しました。